済むし居心地悪くない。なんだろうこの違和感。同じ生き物のはずなのに他の罪にはない陰のオーラを感じる何か感じるものがあるかアイデア。どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。今回はツムステのガチャで手に入れることができたイデアツムのパーソナルストーリー見ていきたいと思います。早速いきましょう。はい、やってきました。イデアツムとのひととき、いや楽しみだな。イデアの SSL 初ゲットなんだよねこれ。めっちゃ嬉しかったです。いきましょう。なんかこの BGM 聞くともう蘇るな、あいつらとの時間。メインストリート、イデアとビルがお互いに似たツムを見つけた直後。あ、出会ったばっかりの頃の話か。まったくもう手間をかけさせて。イデア、ツムを追うわよ。なぜ拙者まで。あのピーナッツどもに出し抜かれていいわけ。ほら駆け足なんかレッスンしてる時みたいな感じになってるよ。うん、どうしてこんなことに。外になんて出なきゃよかった。巻き込まれ方がいいよねいつも、イデアって。だいたいツムたちがどこに逃げたかもわからないのに。あ、ツムを見つけたわ。イデア、捕まえるのを手伝いなさい巻き込まれてる。また。はい、ただいま。おー、ビルツムから捕まえるのか。すぐに捕まえられてよかったわ。このままおとなしくしなさいピーナッツ。街灯の下でポーズを決めてたところを捕まるとか。ふひ、ビルシニーの妻は間抜けですな。無駄口を叩いてる暇があるの。さっさとアンタニーの妻を見つけなさい。じゃあ私は先に学園長室に行くから。え、なぜなぜも何も、私がこれ以上ここにいても仕方ないでしょう。そんな拙者、ビルシニーのツムを捕まえるのに協力したのに。いや本当だよね、一人で捕まえたのかこいつ。あんたは私の後ろを離れてついてきてただけじゃない。じゃあね冷てえ。いやいや待ってくだされ。ちょっと目を離した隙にツムたちは姿を消してたんですぞ。それってツムたちがすばしっこいってことでは。拙者の運動能力で捕まえるなんて絶対に無理。あんたの言い分は分かったけど、闇雲に探し回るなんて時間の無駄でしかないわよ。ツム氏の居場所は見当がついてるから。それに作戦も思いつきましたので。うわ、なんで。すごいね、何か分かったのかな。作戦と、とりあえず拙者の話を聞いてくだされ。どこにいるんだ。廊下。あ、タブレットなんかおもれえな、鳩捕まえるときみたいなさ、罠みたいな感じじゃない。引きこもり気質のイデアに似たツムなら建物内に逃げる。言われてみれば納得だわ。あとは肝心の作戦がうまくいくかどうかだけど、これでよしっと。あり合わせで作った即席装置にしては上出来ですな。こんなので引っかかるやつおるんかっていう罠なんじゃない。俺やっぱり床に立てた棒にカゴを立てかけてタブレットを置いただけじゃない。何が上出来なのよ。こんなんマジで鳩じゃん、捕まるの。音鳴ってる？タブレットからは妙な曲が延々と流れてるし、不気味だわ。あ、この BGM の良さがわからないとか本気か？これだからソサギやらない陽キャは。この音楽でツモをおびき寄せるんでしょ。さっさと物陰に隠れましょう。これなんだかんだ言って付き合ってあげてるビル優しくねえか。あ、来たお前引っかかんな、こんなんに。まさか本当に姿を現すなんて。あ、終わったかもしれん。よし、タブレットに夢中になってる。あとは棒にくくりつけた糸を引っ張れば。ポスンこんなに引っかかっていいんかお前。カゴの中に入った。
シタタタタン。カゴごと逃げたんじゃない？これ、どうなってる？と思いきや、カゴをかぶったまま逃げ出した。ビル氏、頼みましたぞ。ここでビル登場。仕方ないわね。足一つよ、イデア。これ追いつけないのか、イデア。シタタタン。タタン。いや、これ体力ないんじゃない、こいつ。疲れた。止まった。観念したのかしら。多分、スタミナ切れ。体力が少ないところまで拙者に似てるとは、複雑な気分。作戦が成功してよかったじゃない。さ、学園教室に急ぎましょう。めっちゃおもろいな。かわいい、イデアツム。はぁ、やっと解放された。あんなに大勢が学園教室に集結するとか心臓に悪すぎる。お前今までよく寮長やれてたな。それにしても、これな、つむし、かたくなに目をそらし続けてますな。いやまあ、気持ちはわかりますけど。コミュ障が発動してんのかな。居心地が悪いのは僕も一緒だよ。この部屋にオルト以外を入れる日が来るとは思わなかった。ま、拙者にのつむなら外に出ていくことはまずないだろうし、しばらくの辛抱っすわ。気を取り直してネトゲのレベリングといきますか。せっかくの経験値2倍イベント中ですからな。そりゃ時間がもったいねえな。ああ、今日も寝落ちしてた。もう朝の4時か。ソシャゲのログ簿を回収せねば。忙しいな、こいつ。朝ちゃんとログインボーナスゲットするの、こいつ偉すぎんか。俺寝る前にやっちゃうわ。タブレット。あれ？確か帰ってきてベッドの上に置いたはず。っていうか、この邪魔な段ボールどこから出てきた？よりによって部屋のど真ん中に。ごと！ひぃ。ダンボールが勝手に動いた。ああ、だいたい察しはついたけど、念のため中を確認しておきますか。イデアツムのことがよく分かってきたね。中で楽しんでんじゃん。ああ、やっぱりそこにいたわけね。ところでツムシ、拙者のタブレットで何よ。盛大にガチャ引いてんじゃない。ソシャゲのリセマラ？アプリ消してさ、新しくインストールしてたらちょっと、おいおいおいってなるよね。どうなってんだろう。ストーリークリア。引き継ぎやってるか？じゃあ第2話行きましょう。こう結局さ、イデアとイデアツムって超仲良しになってるからさ、やっぱこの、仲悪い気もちょっと楽しいな。ニコニコして見ちゃうんだけど。化け物グッズに自作 PC。拙者のとっておきの数々を見せてあげたっていうのに。MMO のロールの分担くらいで怒るとか、つむしには幻滅しましたわ。友情を育んでくれ、もっと。ああ、面倒を見てあげようなんて思った拙者が愚かでしたわ。つむしには今後一切構いませんぞ。でも兄さん、学園長に任されたからにはちゃんと世話しないと。放っておけばいいよ。つむしなんて。それともオルトが世話してくれる？僕は構わないけど、この後は映画研究会の活動があるんだ。確かに英検動いてたな。え、オルト出かけちゃうの？どんだけショックな、お前。オルトに頼り切ってる。大丈夫、きっと兄さんとツムは仲直りできるよ。それじゃあ行ってきます。いってらっしゃい。ついつい。オルトが出かけちゃった。喧嘩中のツムシと二人きりとか気まず。はあ、ツムシにはもう関わりたくないけど、タブレットだけは取り戻さないと。そろそろ拙者のタブレット貸してくれません？イデア対イデアって感じだな。ひえ、なんでもないです。何も言ってないのにこんなにビビってんの大丈夫？で、拙者が引き下がる必要なくない？
それもともと拙者のタブレットなんですけど、ついついぐぐぐストレスたまる。どうやって解決する？このままだとソシャゲの連続ログイン日数が途絶える。どうにかしてタブレットを取り戻さないと。つむしの意識をそらすには、化け物関連は出し尽くしたし、自作 PC も見せたし。なんかさ、他の生徒たちはツムを連れてさ、学校の中を紹介してたけど、イディアはさ、自分の部屋にあるなんか自分の好きなものとか自分が作ってきたものを見せてるの良くない？自分の世界がここにさ、すごい詰まってるっていうか、だからツムにこの部屋をいっぱい紹介したみたいな、そういう感じが今ちょっと伝わってきたわ。他に拙者が興味をそそられるもの、はっ、ひらめきましたぞ。これ何があるかなと。よし、一丁やったりますか。何がある？ちょっと思いつかないな。つむし、ちょっといい？仲良し大作戦みたいな。まだ不機嫌だし、怒りたいのはこっちだっての、じゃなくて、つむしのためにいいものを作ってきましたぞ。仲直りの証ということで、一つ受け取ってくだされ。なんだなんだ。おお、やっぱり気になりますかな。これは兄さん、ただいま。ツムと仲直りできた？これグッドタイミングか。ボルト、いいところに帰ってきましたな。ちょうど和解するところだよ。和解ってどういうこと？いや、気になるな。ツム氏のために超絶多機能ソファー、いや、ツムをダメにするソファーを作ったんだよ。え、ツムをダメに？とろけちゃうんじゃない？超喜んでる。お、ツム氏は早速このソファーの素晴らしさを感じ取ったみたいですな。これ持って帰ってもらうしかないんじゃない？さあツム氏、座って座って。俺も座りてえよ、そんな椅子。いいじゃん。早速機能を紹介といきますかね。まずはこちら。なに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 、これゲーミングチェア、ピカピカピカ。わ、ソファーが7色に光ったこれ何が起こってんだ。ゲーミング機能は基本ですからな。ソファーを光らせる意味についてはノーコメントで。意味はないみたいな。そしてマッサージ機能、我々オタクは何かと肩やら腰やらがバキバキになりがちですからな。続いてはこれ、ソファーの内側にアンプとウーファーを埋め込んだ体感型 7.1 チャンネルサウラウンドシステム。最高の環境でゲームができる。ふふ、妻もノリノリだね。マッサージ機能と合わせて使えば、耳と体の両方から癒されること間違いなし。他にもモニター増設機能や展開式フットレス、無段階リクライニングとかの機能があるけど、至れり尽くせりじゃねえかこいつ。これだけじゃツムシも満足できないでしょ。さすがに分かってますって。マジでどこまで行くんだお前。今までのは全て前座、ここからがこのソファーの目玉機能ですわ。これ以上何があるんだ。目玉機能でゲーミングのあの7光があっても俺はさ、驚いてたよ。あれが前座だと。第3話行きましょう。やっぱイディアってこだわるとさ、めちゃくちゃこだわりきるからすごいよね。こういうの作るとき。これだけじゃつむしも満足できない。でしょ？さすがに分かってますって。今までのは全て前座、ここからがこのソファーの目玉機能ですわ。気になる。スイッチオン。ウィーン。まさか変形してロボットになるとか。どうなる？そんなわけないか。さすがにロボにはならんか。ふひひひ。その反応を見るに、つむしには効果は抜群みたいですな。何が起こった？つむがすごく興奮してる。
兄さん、一体どんな機能をつけたの？聞いて驚け。なんとこのソファーには MR 複合現実ディスプレイ機能が備わっている。MR って現実とバーチャルの風景を合成する機能でしょ？マジで？すごくねえかそれ。やば、 VR みたいな。妻はゴーグルも何もつけていないのに。すごいよ兄さん。いやー、最初はゴーグル型にしようかと思ったんだけど、作ってるうちに乗ってきちゃって。まだ構想段階の技術だったのに大成功とは。いやー、さすが拙者ですわ。ふひー、こいつマジですげー。特許取れ。このソファーで特許取ってください。ツムも大喜びだね。どんな風景を見てるのかな。初期設定は崖物ライブ映像だから、ツム氏はライブ会場にいる気分を味わってるはずだよ。クソ羨ましいなこれ。オンラインチケットでも現地参加の気分みたいな。そうなんだ、うふ、すごく楽しそう。いやー、喜んでくれて何よりですわ。今のうちにタブレットと。ログボのためならここまでするっていう。よし、無事に取り戻しましたぞ。これで連続ログイン日数を途切れさせずに済みますわ。もしかしてそれが兄さんの目的？もちろんそうだが、ツムと仲直りするためだけにこんなすごいソファーを作ったなんて信じられなかったけど、ソシャゲのためだと思えば納得かな。これで納得するオルト、イデアのこと分かりすぎてないか。さすがオルト、拙者のことよく理解してますな。俺そこまで理解できてなかったわ。あのソファーもいわば試作品だしね。拙者用に作ってた設計図をツム氏の大きさに合わせて調節して、あり合わせの材料で作ったから、未搭載の機能がまだまだたくさんあるんだよ。ツム氏が帰るまでの間にしっかりデータを取らせてもらいますわ。いいな、楽しそう。あれ、ツムがソファーから降りたよ。なに、ちょっとこれダメになってないんじゃない？ツム、ツム氏、何か気に入らないってことでもあった？お、なかったっぽいよ。ニコニコしてる。もしかして兄さんに俺を言ってるんじゃない？おちょいおちょい、めっちゃいいやつ、めっちゃいいやつじゃんこいつ。あ、そういうこと。ウヒ、ツム氏なら数々の機能の素晴らしさを理解してくれると思ってましたわ。ツムと仲直りできてよかったね兄さん。そうだね、ツム氏とは喧嘩もしたけど同じオタク仲間ですし、せっかく出会えた同士と喧嘩別れしなくて済んだのは、まあ結果的にも良かったかも。いや、よかったよかった。おー、楽しそう。オルト君もいるじゃん。なんかイデアツムもちょっと悪そうな顔になっててよかったね。ストーリークリア。ではグルービーさせに行きましょう。はい、やってきました。ツムステのイデアですね。もうツムちゃん頭の上に乗って可愛いな。グルービーさせます。オッケー。いや、ここにオルトツムがいるのめっちゃ良くない？ツム氏も分かり手ですな。お土産に崖物 CD 持ってく。グルービー、めっちゃ可愛かった。てか、イデアも可愛かったな。どっちも最高。盛り上がってまいりました。全宇宙が僕を待っている。もうそうつですね。はい。現実に帰ってきたか。はい、ということで今回はツムステのイデアパーソナルストーリー見てきました。面白かった。いや、なんか喧嘩したり仲直りしたりっていうのはツムステのストーリーの中で見れたんだけど、仲直りの過程みたいなのとかさ、なんかその喧嘩の詳細みたいな、そういうところってあんまりストーリーではね見れなかったので、今回見れて最高でした。面白かった。
あの椅子めっちゃいいよね。欲しいわ。なんか未来の椅子ってああいう感じになるのかなとかちょっとね思っちゃいますね。今のうちにイデア特許出した方がいいんじゃない楽しかったです。ということで今日のゲームはここまで。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますのでよろしくお願いします。おまけでつむしてイデアの専用ボイスをつけておきますので、よければ最後までご視聴ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。気まずすぎるんだが。はあ、どうしてツムの面倒を見なきゃいけないわけ。見てよこの顔、明らかに性格悪そう。つむしも分かり手ですな。お土産にガケモン CD 持ってく。つむし、居心地悪くない？つむし、勝手に10連回さないで。SSR3 枚抜き、つむし最高、もう一回。なんだろうこの違和感。同じ生き物のはずなのに他のつむにはない陰のオーラを感じる。エースシー&ソレニのつむの陽気圧で拙者たちは HP0。 珍しく外に出たらこれっすわ。君の言いたいことはわかるよ。自分の世話もできないやつがツムの世話するとか、いやマジでないっすわ。ツム氏がここに残るなら化け物ツアー映像も一緒に見られるんだけど、ライブの日だけまた来る。ツム氏モチーフのロボット、ロマンあると思わない？ツムたちを積み上げて巨大ロボに超合体みたいなさ。さっきマレウス氏っぽいツム見かけたけど、威圧感が半端ない。ツム氏と一緒に震え上がったよ。ジャミル氏が自分にのツムと協力してカリム氏のお世話を。はあ、従者ってのも大変ですな。ほほう、初見のシューティングゲームで秒でチョンよけをマスターするとは、やりますなツム氏。そんなにつっついたらツムがビビって引きこもっちゃう。ああ言わんこっちゃない。なんかツムシ、君相手だと逃げなくなったね。害のない人間だと認識したのかも。